どうも、10システムの杉野木でございます。マッツンです。この2人で動画撮るっつったらアメリカ大統領選の動画、あれ以来ですね、ということで今回は投稿都市伝説ランキング第14位にランクインとしましたロスチャイルドについてでございます。そもそもロスチャイルドって一体何者なのさと、動画の今回のタイトルはですね、こうなっております。あなたの知らないロスチャイルド一族、250年にもわたるどん底からの成り上がり物語ということで、ロスチャイルドが世界的に大富豪になるまでどういう風なプロセスでこうなっていったのかっていうのを歴史を紐解いてみようというところで、歴史といえばマッツンさんということでお越しいただきました。はい、でまずマッツンさん、今まで知っている中でロスチャイルドといえばお金持ち、それ以外のことは全くもってわからないので、一体どんな人たちなんだろうっていうので調べてみると、ロスチャイルドの歴史はヨーロッパ金融の歴史とイコールであるってことがよく分かったんですね。今では世界一の大富豪ファミリーとして、まあ、有名になったロスチャイルド家なんですけども、もともとは迫害を受けていたユダヤ人であったんですよね。当時はゲットーと呼ばれるドイツのフランクフルトで、しがない両替商として生計を立てていました。松田さん、この両替商ってどんなお仕事なんですか？今で言うと銀行です。あ、銀行のことなんですか？国によって通貨が違うじゃないですか。そうですね。じゃあ、為替レートとか変わってくるじゃないですか。はい、そうですね。だからその為替レートの上げ下げで、はい、儲かるようになってんじゃないの。ああ、なるほどですね。でお金を一応持ってるから、お金貸したりとか、はい、利子で儲けると、そういうことね。おお、なるほどですね。まあそういう感じで細々と生活をしてました、ですが初代マイヤー・アムンシェル・ロスチャイルドがですね、ひょんなことから名門貴族階級のヘッセン家のウィルヘルム9世と仲良くなって、一緒に商売を始めたんですよ。で金融業を主軸にして、もう莫大な資産をどんどんと築いていくわけなんですよね。しかしですね、まだまだ行くぜと言わんばかりに、彼ら一族の欲望は本当に底なし沼だったと言われています。そしてさらなる高みを目指して、息子っていうのが5人いるんですけども、5人それぞれ別々の国へと散らばっていきました。そしてロスチャイルド家の皆さんは、金融を制した者がその国を支配できるっていうことに気がついたわけですよね。一刻も早く世界中のお金の権利を支配しなければならないと、そう思い始めるんですね。そして家族はどん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 会社をね、各国に設立していくわけなんです。でその歴史をちょっと紐解いてみますと、1764年、初代マイヤー・アムシェルがドイツのロスチャイルド総会を設立しました。で1804年に三男のネイさんがイギリスのロスチャイルド商会を設立しました。そして1817年、五男のジェイムズがですね、フランスのロスチャイルド商会を設立しました。そして1820年、次男のサロモンがオーストリアにロスチャイルド商会を設立しました。そして1821年に四男のカールがイタリアにロスチャイルド商会を設立して、まあ各国にロスチャイルド商会という会社を設立していったというところですね。ロスチャイルドって我々日本人に昔関わりがあったんですよ。それがですね、1904年、明治37年の朝鮮半島をめぐって起こった日露戦争、これが実はあの日本とロスチャイルドの最初の関わりなのではないかと言われているところなんですよね。もしこの戦いで日本が負けてれば、他のアジア諸国のように日本も一度植民地として支配されていたのかもしれない。現代の僕らがこんな豊かな、ね、暮らしができる国にはもしかしたらなってなかったかもしれない。それくらいね、絶対に負けられない戦争だったんですよ。しかしね、ものすごい強いロシアにこんなね、あの小さな国日本がね、勝てるとは誰も思わなかったんですよね。戦争の資金を集めるのに本当にね、当時はね、ものすごく苦戦したわけなんですよ。その苦戦した当時の日銀のナンバー2と言われている
ている高橋コレキオさんっていう人がいるんですけども、アメリカで軍事の資金調達を失敗してしまったコレキオさんはですね、泣きながらヨーロッパに渡るわけなんですよね。本当にね、お願いします、どうか我々に軍資金貸してくださいと、もう泣きべそかきながらずっと走り回ってたわけなんですよね。そんな時になんとですね、500万ポンドという大金をボーンと出してくれたのが、あのロスチャイルドが出してくれたんですよね。で、ロスチャイルド家からすれば反ユダヤ人的なところがあるロシアをあんまりよく思っていなかったんだそうですね。結局コレキオさんはジェイコブ・シフというユダヤ人に助けられて、ヨーロッパでの、あの軍資金の調達目標金額の1000万ポンドをはるかに大きく上回る8000万ポンド以上の軍資金調達に成功することになるわけなんですよね。このジェイコブ・シフをコレキオさんに紹介したのもロスチャイルド家だったというところなんですよね。まあそういうところなんですけれども、なんかこれだけ見たらジェイコブ・シフの方がお金持ちじゃん。いやでもその根回しをしたのがロスチャイルドっていうのもなんかね、で結局8000万ポンドを調達したんだけど、はい、ロスチャイルド出したのは500万ポンドだけなんですよ。そうなんですよ。まあ自分たちは損をあまりすることなく、もっとお金のある人を紹介して、自分たちは後々その日露戦争でがっぷり儲けてるみたいなんですけどもね。だからちょっと投資して自分たち的にはプラスになった。1822年、この5人兄弟は揃ってオーストリア皇帝のハプスブルグ家からですね、男爵位を授与されるということになったんですよ。ヨーロッパ諸国の金持ちや王室までもロスチャイルド商会を信頼してお金を借りに来るようになったわけなんですよね。で、現代の金融システムの礎を築いたのはロスチャイルドと言っても過言ではないだろうと。金融という魔法を手に入れた彼らの資産はまさに本当に雪だるま式のように膨れ上がっていくわけなんです。それをちょっと紐解いていきますと、1815年に300万フランで、1818年4000万フランは桁が増えます。で、さらに1828年1億6000万フラン。ちなみに当時のパリ第二の銀行と言われたラフィット銀行というのはですね、総資産額が700万フランです。で、ナポレオンが設立したフランス銀行が、当時総資産が6000万フラン。その国を代表する2つの銀行のお金を足してもですよ、ロスチャイルド一家の資産の半分にも満たないことを考えると、とんでもないファミリーであるってことがよくわかりますよね。で、実際に今ロスチャイルド一家の総資産、前回の動画では1京とお伝えしましたが、まだまだ増えています。なんとその額2京です。多分松さん、これまだまだ増えると思いません？1年で1京上がるぐらいなんですから、まだまだ膨れ上がると思いますよ。1837年、フランクフルト・ロスチャイルド商会はアメリカにオーガスト・ベルモントを送り込みます。で、ベルモンドさんはあの黒船で有名なペリー提督の娘さんとね、ついに結婚することになるわけなんですよね。当時のアメリカの民主党の党首も務めたりと、20年近くも政権をリードしていくことになるわけなんです。そしてカーネギー・ロックフェラー、ハリマンとか JP モルガンに資金提供を次々して巨大財閥を育て上げていくことになります。そしてメイさんの息子ライオネルの代で、ロンドン・ロスチャイルド商会は18カ国の債券16億ポンドを取り扱うまでに、まあ一気に成長していくわけです。これは現在の価値に換算すると10兆円に近い金額だということなんです。末っ子のジェームズは8大鉄道全てを牛耳る鉄道王として君臨いたしました。彼の資産は6億フランを超えたというふうに言われています。これはフランスの国内金融業者の全ての資産を合わせた額よりも多いと、驚きの額ですよね。一個人でこんなに金持ってるんですよ。てかこんだけ成功してて2系とかにお金を持ってたら、まず何したいですか？好き勝手して遊戯時的に暮らしたいと。まあ大丈夫、まあそう思うところなんですよ。
つまるところロスチャイルドをはじめとするユダヤ人がこの世界経済の中心となったのも金融という魔法のからくりを誰よりも早く気づいたからには他ならないと僕はそう思っています。今はものすごい人たちなんですけれども、元々はもうすごくね迫害を受けてたユダヤ人なんですが、しかし勤勉な彼らは誰よりも勉強して金融の世界で成り上がっていった人種だと思います。お金は人を操ることができる魔法だと彼らは最終的に、ね、知っていくわけなんですよね。計画通り今や世界のトップのお金持ちというふうになっていったと、そういうことなんですよね。でもね、思うんですよ、松さん、こんなねトントン拍子にありえないと思うんですよ。絶対何かの裏の力が働いてやってったんじゃないのかなって、多分フリーメイソンとか秘密結社が関わってるんじゃないかなって僕はそう睨んでいます。まあこの話信じるか信じないかはあなた次第です。